2022年5月に登場して人気を集めている6代目ステップワゴン。その改良点の多くは、福祉車両としての。使い勝手や快適性に直結するものが多く。ビリーブカー、福祉車両としても注目のモデルだ。今回は、車椅子使用者をチェックして、その実力を探った。 1996年にファミリームーバーとして誕生して初代以来、ステップワゴンは家族みんなが、くつろげる広々とした室内空間を標榜してきた。6代目となる最新モデルでは、国内ホンダ車史上最大の室内空間を掲げている。福祉車両にも活かされる新型ステップワゴンのレベルアップ車椅子使用者は、 二列目に車椅子乗車するタイプ、三列目に乗車するタイプ、二列目と三列目に車椅子二台で、乗車するタイプの三タイプが設定されているが、この車は二列目に乗車するタイプ。新型ステップワゴンの福祉車両は全車、スパーダをベースにしている。仙代モデルから受け継ぐ三列目の分割床下格納シート、 マジックシートとフローリングフロア、電動インチに加え、パワーテールゲート、メモリー機能付きか福祉車両に全車標準装備されているが、各部さらに改良が加えられている。安心と自由を表現したというスタイリングは、車全体的に凝縮感、塊感があり、シンプルでスタイリッシュなデザインからは、 使いやすさや機能性が感じられる。国内ホンダ車史上最大の室内空間というキャッチフレーズだが、全席で快適な居住性を誇る。搭載されている 1.5L 直噴ブテックターボエンジンは、力強く、車体は走行中の振動が抑えられ、静粛性も高められている。車内での会話がより快適になっている。 車両間隔をつかみやすい視界のほか、サイドウィンドウの下端を前後水平にし、1列目より2列目、さらに3列目と着座容器を高くするなど、乗り物酔いをしづらくする工夫も施されている。最新の安全運転支援機能も標準装備される。気軽に出かけたくなる抜群の乗降性スロープは、 スロープ脇にあるロックを引っ張って展開する。スロープにはダンパーが取り付けられていて、ロックを引いてもスロープが急に倒れていたりすることはなく、安心の設計となっている。スロープは力を必要とせずスムーズに伸ばすことができる。画期的なのは3列目シートの収納。ショルダー部分についたベルトを上に軽く引っ張るだけで、 シートは畳み込まれストンと床下に収まる。思わずあっけに取られてしまう素早さだ。そしてシート裏とスロープのパネルを展開すれば、車椅子乗車ができるフラットなフロアが出来上がる。一般的な福祉車両では、3列目シートを窓側に跳ね上げる構造のため、車椅子で乗車すると両側面の視界が遮られてしまうが、 ステップワゴンでは3列目シートが床下に収納されるので、車椅子で3列目に乗車しても車窓からの景色を楽しめる。また、3列目でも車椅子の横に乗車することもできる。続いてウインチをリリースするボタンを押し、車内にあるベルト、2本を持ってきて車椅子に取り付ける。 次にリモコン操作をすると自動で車椅子を車内に引き込んでくれる。ウインチの対応重量は 120kg、スロープの許容重量は 200kg と大柄な車椅子ユーザーと介助する方でも安心して使える設計だ。車椅子の固定もベルトでしっかりと行えて乗り込み動作は簡単だ。フラットな床はフローリング仕上げで、 落ち着いた木目柄は上質感がある。汚れにも強く清掃も簡単なことから、車椅子使用者に適している。使い勝手については、その他にも様々な改良が施されている。バックドアの裏側にはライトもつけられ、オープン状態で真上から照らしてくれる。暗い場所での乗り降りをする際には安心感につながる。 また、リモコンキーでバックドアの開閉ができることもポイント。荷物を持って乗車しようとするときにはこの上なく便利だ。車椅子の乗車空間は極めて快適だ。仙台と比べて室内幅は25ミリメートル拡大され、頭上や足元の空間も広くなっている。隣の座席とアイポイントが同じなのも嬉しい。 車椅子から窓やドアの開閉もでき、エアコンや充電装置などにも容易にアクセスできる。また便利なのは車椅子が乗車した状態で、3列目にもしっかりと乗車スペースが確保されていることだ。大幅に機能性を向上させた新型ステップワゴンは通常時はもちろん、福祉車両としての使用についても申し分ない仕上がりだ。 日常生活の様々なシーンで大活躍してくれるだろう。デザイン性も高められ、素直にかっこいいと感じられる。福祉車両を検討される方は、ぜひ実際に見て触れて確かめていただきたい。価格帯。ステップワゴンスパーだ。車椅子使用車、355万5千円、383万円、消費税非課税。